thanksgiving in your heart. Give him praise and give him praise. Come into his presence with thanksgiving in your heart. Your voice is raised. Your voice is raised. この最後の、まあ、年度のね最後の1週間ですけれども、その最後の週にふさわしい、もう素晴らしいゲストをねお招きしました。クリスチャンライフの長老牧師ですか長老牧師ですね、水野明宏先生と、それから真汁先生と、そして、神戸先生ですね、神戸清先生です。歓迎します。もう私はもう心から水野先生ご夫妻を本当に敬愛しています。先生のタイトルは長老牧師ですけれども、それは教会だけではなくて、この日本の聖霊派の教会、またペンテコステカリスマの教会全体のですね長老です。もういつも大体大きな大会だと、もう先生は委員長代表ですね。いつも僕は集会の中で会場からね先生のその姿を講談でもう見てですね、もう雲の上の先生まあ雲の上って言ってもまだ天国に行ってるわけじゃないですけど本当にそういう存在ですね。ですから学院の顧問もしてくださって、もう何度も何度ももうねちょっともう10本の指では数えきれないぐらい来てくださって、8年ぶり今回来てくださいましたけど、本当に嬉しく思っています。ちょっと時間はね短くてもう2週間ぐらいいてほしいんですけどもそうもいかないんですけどもね、3時間ですけれども、そして亀先生は3時間ですね。本当にありがとうございます。じゃあ大きな歓迎の拍手をもってお迎えしましょう。はい、ありがとうございます。先生の聖書をお借りしてよろしいですか。聖書を借りよう、はい、これでいいですか。ちょっといいんです。何でも最近この携帯という便利なものがあって、みんな携帯で喋ってくれますでしょう。寝る時にも先生の奥様が作ってくださった日本語のをいつも聞いてるんです、聖書。そして英語はここにも入ってます。 Oh, that's right. 入ってる、入ってる、入ってる、入ってますね。ありがとうございます。あ、椅子があるのでじゃあ座らせていただいて、ありがとうございます。ものすごくもう本当にちょっと大げさすぎるなという、そういうご挨拶、紹介がもうちょっとやめてよ。もう私はですね年ばっかりいっちゃったという、ですから教会の役員が困ってね、どういう名前にしようか、主任牧師引退するんだから、年を取ってから長老っていうのがあるからそれにしようと。実は神戸先生のお父さんが偉い人ですから、もうね人の言う通りしないと私クビになって給料もらえなくなるので、まあそんなわけでございます。ただただちょっとここで宣伝なんですけど、来年は
日本のペンテコステ振興会というのを始めましたけれども、60年前に始まったんですね。来年が60周年記念ということで、まあ、あの永井先生というね人が今常駐委員長か実行委員長をしてくださるんですけど、まあ、私の年寄りになりますと永井先生のお父さんがまた去年召されました。で、まあ、あのこちらに来る時もね、私の親しかったバプテストの先生が電話を病院からかけていらっしゃった時に、会いたいよって言われて、北海道から帰ったら行きますよなんて言ってたら来る前に召されてしまってということがあったり、親しかった本当にあのやっぱり日本にね戦後来られた、そして日本で生涯を全うされてしまったこのメアリーさんというね、彼女は宣教師として来られて、この名古屋国際学校という関係を持たれた後に、そこで日本人の男性と会って結婚されたんですけど、まあその方もね私たちの大の仲良しでしたけども、そういう群れの中で今も生かされているということを何かしなさいっていう神様の意図だと思って、私はあの今回はクリスチャンカウンセリングっていうタイトルを、今私があのこれだけは今もまあ責任を持ってさせていただいています。名古屋でこのそういうささやかな聖書学校を行っております。今はネットで学ぶ方がおらっしゃって、大層そこにはあの時間と費用かかる問題があるんですけども、びっくりするのはあの中国の方もね勉強していらっしゃって、また直接車で乗りつけられる方がいらっしゃって、キャデラックに乗ってこられるので、どういうことなんだよ。いや私ついこの前も中国の方があのお会いしたいって言って来られましたね。そうしまして、あの実はこういうところに教会のすぐ近くに家を買いました、私たちクリスチャンですと、ちょっと名前を言えないんですけれども、それは大変な財閥の責任者、まあ、代表中国という大国の方です。で、自分は娘一人しかおりません、娘はカナダに留学させております。で、まあ、私たちも娘一人ですから、その彼女が付き合ってるカナダの人いるらしいんですけども、カナダに行こうと思ったらカナダの国が許してくれないので、日本に来ることに先生のことを聞いてっていう、誰から聞いたのかをこれもあまりあの申し上げられませんがっていうようなことでね、今中国の方がいらっしゃってる、だから何が起こるか分かりませんね今、まあ、非常に社会情勢が我々のこう考えをはるかに超えるスピードで進んでいるような気がします。まあ、今日私がテーマにさせていただきますこのクリスチャンのカウンセルという言葉、これはねあの御言葉を開いていただくと分かるんですけれども、箴言の11章の14節、聖書をお持ちでしたらどこかに見ることができますかね。ここはこのそこには人間はこの良い助言が必要だ、つまり助言がないと民はねこう生活がうまくこういかないんだっていう、そういう雰囲気になってますね。どなたかこう名簿か何かいただけると生徒の方に読んでいただけますけども、ありますかね。すいません、今日誰々さん聖書読んでくださいって、じゃあ私が読みましょうかね。そういうことになるかもわからないので、うちの奥さんちゃんとメガネも持ってきなさいと。ありがたいんですよ、ちゃんとメガネも入れてきたよ、ちゃんとね、あんた入れたでしょうと言われております。そう入れております。マイクと混乱しています。あ、いいですよ、ちょっとこう上に、はい、
い、わかりました、うん、いいですよ。もしお名前を私も知りたいので、そういうものがリストがあったら教えて。ああはい、わかりました。はい、聖書の箴言という箇所がありますけれども、その11章の14節を皆さんちょっと注目してみてください。この11章の14節では、指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救い得るという、カウンセリングという言葉は、助言とか、相談してお話を聞いてそれに答えてあげること、あるいはそういうことにかかわらず何か人の役に立つことをこうお話ししてあげることですね。でカウンセリングという言葉は日本語で助言と訳されているんですけれど、この健全な助言が必要だということです。これが非常に大事なことですね。健全な助言が必要です。今はその健全な助言がなかなかないと思います。皆さんもご存じのように、私も携帯をこうして手に持っていますけれども、もういろいろなものが入ってきますね。私が年寄りだと知ってるのか、あなたは何々を支払いしてませんから何とか何とかっていう、全然知らない人から、私が使ったことがないことで払えとか、払わなきゃいけない、もうじきあなたの携帯使えなくなりますとかニュースが入ってくるんですよ。あれどういうわけでしょうね。まだ私払ってないので今頃携帯が使えなくなってるはずですけども、そういうようなニュースとか何か取られることいっぱいあります。それではですね、こういう言葉と同じようにもう一度箴言のもう一箇所紹介しておきましょう。この箴言の中では19章というところもあります。箴言の19章の、そうですね、この、20節に忠告を聞き訓戒を受け入れよ、そうすればあなたは後で知恵を得ようというふうに言葉が書いてありますね。私もいろいろな先生方から忠告をいただきましたし、良い訓戒をいただいたと思います。そのおかげで守られてきたなということを信じます。助言をいただく、私自身は突然人が死ぬという現場に出会わせましてね、中学生の時に、それが私の人生に大きな、決定的な、ある意味で衝撃を与えるような出来事だったと言いましょう。人があんなにもだえて苦しそうに死ぬのに、お医者さんが首を振ってる、手をくれるって、そして死にたくないって絶叫されて、私はもうその光景を見た時に、何のために人は生きてるんだろうかっていうのを初めて問うと言いましょうかね。そんな出来事があった時に、私ギデオンの大会でも一度お話したことがあるんですけども、私が勉強する気がなくなってしまってる中でね、親が周りがこの勉強はしなきゃいけないと、私の父に、特に父は勉強全然できなかった人です。父の父っていうのは本当の親ではないんですね。父は私家系図をもらいましたら、もう3歳の時に父親は父親を亡くしてて、そしてある人に引き取られてそこで育ったという私の父親だったんですね。ですからそこに引き取られたという父親は、なんともうその小学校に行くような時から仕事をさせられて、仕事を体で覚えるという、もう仕事ばかりしてきた人間でした。そういう父親だったということは知らないんですよね、小さい頃。けれども
まあ、母親がこのお前はそんなわがままなことを言ってるけれどもというのはうちの教会でもよく言います。私の姉が今老人ホームにおりますので、家内がこの間も老人ホームでピアノを演奏して非常に喜ばれました。まあ老人ホームにいる姉がねよく言ったんです。私が言うことを今みんなの前に言ってもらうと困るなと思うんですけども、姉がねこの人は実はね生まれたのが嫌で人間に生まれたのが嫌だっていつも言ってたよって。で何に生まれたかって猫が良かったと。猫はどんなに遊んでてもねみんなに愛されてもう可愛がられてるけどもと言ってる。こういうようなねまあわがまま本位で生きてるんですけども、自分ではわがままだとは全然思ってない、自分は厳しくしつけられたと思ってたんです。まあそんなわけでそういう中でその人が目の前で死ぬっていうのはちょっと私聞いたことあるんですけども、そのとんでもない死に方だったんですね。衝撃を受けました。でも勉強もやる気なくしていたんですけども、その時にまあ母とか父がね死なきゃいけないと言ってくれて、まあ高校にも行くように勧めてくれた。それ非常に良かったと思いますね。今から考えるともうそういう時に誰も何も言わないともっと荒れくれた人間になっていたかも分かります。そういう助言をいただきましたし、その後に今度は私は高校1年の時に今度はこのそういう人生の波を持っている時にこのカナダから来た宣教師の方にお会いしたんですね。その先生にお会いした時に何のために来たんですかと、少し英語に関心があったので英語も勉強したいなと思った下心で喋った。そしたら拙い日本語でイエス様の救いを皆さんに紹介するためだって言ったら、何ですかそれはまたっていう、またねそこでまあこのカナダの宣教師、去年亡くなられたエド・ブラドリーという98歳でした、亡くなられてね、ずっとこの先生とはその後、まあ、その先生の影響で出会ったということによってこの助言をいただいて、そしてその助言の決定的なものはいつも疑って質問して1年間ぐらい続くんですけど、先生がある時ねこういつまでも疑って質問してじゃなくて一度信じてみたらどうですか、信じてみたらどうですかって、信じて見る気にならないから質問してるんじゃないですかと言ったら、そうですか、でも信じようって決めないとあなた信じたくないんでしょ本当は、そんな夢みたいなちょっとこんな初めに亀がこの辺もちょっととかいろいろこう理屈をつけていたんです。でも私正直言うと今死んだらどうなるのかという不安があったんです。その時につい口から出たのがじゃあ信じてみますけども捨てるかも分かりませんよ、信仰捨てるかも分かりませんよって言ったら先生いいよそれで信じてみてダメだったら捨ててもいいよっていう言い方さ、まあで私も神様と言って言いなさいって言われて、神様イエス様が私の罪、同じように繰り返して、で不思議なんですけどね心の底から信じたかって言われると分からないんです。でもあの宣教師が言ってたことが嘘じゃなかったら世界にクリスチャンたくさんいるからみんな騙されてんだ、俺もその一人だったら悪くないやと変な理屈と同時に、死んでもこれで俺は天国に行けるのか救われてんのか、ヨハネ6日3章16節な、分かった分かったってちょっとね夜一人帰ったの覚えてます。でそういう出来事もう俺みんなこれ助言ですよね、上手な助言をいただいてるわけです。私の人生も振り返ってみるともう大切な節目節目にね
良い助言をしてくださった方がみんないたからこそ今日あると思っています。皆さんにもそういう良い助言を与える方になっていきたい。また私はあのエド・ブラドリー先生がこの帰国されて、今度別な宣教師が来られて、その方が今度ね私にまたチャレンジされるんですね。あなたは何のために人生を生きるって決めてるのって言われたから、いや家を継ぐって家から言われてるんだけど、そんな継ぐ気はないし、あのという話をしてて、でそしたらねこの先生があなたはね神の召しを受けてる、まあ変な暗示をかける人だなとか、私あのちょうど高校生終わって今度は大学受験の時に、で私は、まあ、今回の飛行機に乗ってくる時ねかなと言ってたんですが、亀先生もいらっしゃって、あの時に行く大学も決まってて、勉強の問題はなかったんですけども、宣教師がねあなたは名古屋にいるべきだと、あなたはね教会学校の先生してとっても喜ばれてるじゃない、そしてそこであの子供たちがって言って、それからこの間もあなたはこんなことがあったじゃないってその先生がおっしゃる、そのあったじゃないっていうことはね、私の人生をまた変える大きな出来事が起きてたんです。高校生の時イエス様を信じて信仰が弱い時に、私のいとこがもう死ぬかもしれないという病気にかかって、実はいた時にそのいとこのお母さんがうちに来て言うんです、美智子は今日明日死ぬかもしれないと。そんな私のいとこはね小さい頃から私の記憶の中ではほとんど寝たきりです、私より年上で遊んだの見たことない、私かわいそうになっちゃって、ところでみっちゃん死んだらあ天国行ってもらわないといけない、思い立ったら私おばさんに頼んでみっちゃんに話させてくださいって、おばさんに押しかけて行っちゃったったら、おばさんが秋広ちゃんもう手遅れだよ、高校生の時ですよ、手遅れでも何でももう一つ言わせてほしい、聞いてほしいから、いやあんたがそう言うなら言いなさい、何でもしてあげていいよって言ってね、まあ突き放してるですね、でみっちゃんの耳元で叫んだんです、みっちゃんイエス様を信じるだけで救われる、罪許されてって、まあ宣教師から聞いた話、最近まだ仕入れたばっかりの話、もう本当にコピーそのものです、何ももうねなんかどうしてもみっちゃんにこうイエス様のこの信じるだけで救われるっていう、あのねヨハネ福音書3章16節とエペソの2章の8節もうね宣教師からもらってましたから、助言で信仰により恵みにより救われる、人を誇らせないためにっていうこの書いてある、人間の努力や能力で救われるんじゃないっていう、まああの宣教師の言葉があってね、これ助言ですみんなね、でそれを私叫んでるうちにみっちゃんがこう涙流して聞こえてんですよ。皆さん、まあうちの教会には医者もおります、今はね私のとこで救われて医者やってる、だから彼らはよく知ってる、医学的にも人間の最後まで働いてるそのまあ感覚の一つは聞くことができる、これは私の父親が後で証明してくれました。先ほどちょっと喋りました、父親は後を継いでほしい、男3人おりましたね、私の上で兄が、まあ、大事業大きな会社ですもん、 ですからなってほしいって、私はもう父親の言うことを言うなりになりたくないっていうのもあって、まあ、私役所に勤めてというふうに考えておりました、まあ、いずれもねそんな高校生の時に行ったらねみっちゃんが目を覚まして秋広ちゃんって言うんです、泣いてるわけ、お母さん呼んでって言って、で
お母さん来たら、みっちゃんという私のいとこは、彼女も去年亡くなっちゃったんです。もうね、彼女はもう泣きながらね、秋浦ちゃんが言ったイエス様を私も信じて、その前にお母さんに言いたいの、お母さん私ね寝たっきりで、本当はお母さんお父さんが気にかけてくれたけども、実は私の心は醜くて怒ってばかり、恨んでばかり、お母さんやお父さんのことを恨んで怒って、だからお父さんお母さんにもうじき死ぬと思うのでごめんなさいって言いたいの。そしてアキルちゃんのイエス様を罪を許してくださるって聞いたので、そのイエス様を信じる。そしたらおばさんがおじさんが泣いちゃった。まあ私どうしていいか分かんないんですから、その時もコピーです、習ったイエス様を信じる祈りをちょっと彼女にしてもらって、ただ一つだけ付け加えたんです。私、まあ主がご存知です、もし主がみっちゃんに奇跡をなしてくださったら、私の人生をあなたに捧げます。これね、こそっと心の中でその願いを込めて祈ったということです。ですから私ね、将来のことを考えて大学に入ることも考えたときに、宣教師から止められたときに、その主に自分が言った、みっちゃんはそれは聞いてない、でもその言葉は私は覚えてるので、そうか、宣教師は命を捧げて日本にこの一番いい時を捧げてきてくださっているので、わざわざ自分は自分のことしか考えてない、まあそんな気持ちがしたんですね。そこで宣教師の願って、まあ、教科学校始まったので、そこであなたがということで、まあ、そこで今度は救われる人たちが出て、後に牧師のとこもおります。でそんなわけでね、私の人生振り返ると、その節々にどんな時にも良い助言があったということがね、支え、ああいう先生やああいう言葉がなかったから、いやいやということばっかりですね。それは楽しくて面白くていう話ではない部分も結構あります。まあ父親とぶつかり、なんでお前はあそこの学校に受験に行って通ってたのに入らないで、この地方の大学に、まあ地方の大学といっても名古屋中京地区で知られてる大学なんです、私立、まあ、そこに入ったのも、私はカトリックの司祭とか神父さんと非常に親しくなっちゃって、このクリスチャンになってからね、ある出来事を通して、で私が入学しなきゃいけないのにしなかって、もうその大学の入学試験終わってるんですけど、その神父さんが私が推薦すら入るから推薦入学で入ってくれないかって言われて、あ、行くところができた、親もそんなのメンツが出せたらちゃんと大学に行くっていうことで、まあ行ったっていうのがそういう話ですね。これも神父さんという方が非常に関わって助けてくださって、その道が開かれる。まあ実際にいろいろことがあってね、私の人生を振り返っても、その時その時に立派な励ましなり助言なりをいただいたっていうことで、まあ改めてこうカウンセリングだから、皆さんが今ここのノートに書きましょう、世の中にはたくさんのね、やっぱりこの皆さんに対する助言とか、皆さんに対してこうした方がいいよ、これはいけないよっていう言葉があるんですけども、やっぱり健全な助言が少ない。私は幸いのことにね、本当に良い助言と言いましょうか、励ましの言葉となったそういう先輩の先生方や、また親があった。後に私は感動されてしまいます。というのは献身してこの牧師になると言ったので、親は後を継ぐと思い込んで勝手に継ぐなんて一度も言ったことがなかったんですけども、まあ他に
2人兄がおりましたので、でもまあ、私は感動されてしまいましたね。これもね、本当にまた不思議なことでね、感動されたらどこに行ったらいいか分かんないんですけど、その当時カナダから宣教師が、また新しく赴任された宣教師がおられましたね。でその宣教師のうちに、うちとちょうどすぐ近くだったんです。そこに私行ったんです。今そこでちょうど5歳ぐらいだった女の子が今日本に来てましてね、もうこの子はおばあちゃんだったんですけどこの子は後にビリー・グラハムの元の Youth for Christ という働きがあったんですけども、その団体の責任者と結婚してね、でイギリスで大変用いられて、その日本でもっとその若い人がこうっていうことで日本に戻ってきまして、私を頼ってきて、そしてこの日本ではホープというね働きをして、まあうちの奥さんもホープが作られた時には結構支援しました。今は日本で一番大きなこのそういう、今度の石川県のこともそうですが、ホープっていうのは一番大きなね、俗に言うとキリスト教を超えたそういう貧しいとか被害とか、海外にも出かけていきますね。覚えておいていただいたら、その責任者になっています。まあ、いろいろなつながりがあるんですけど、まあ、私もこのことが言えるのは、実はそのホープの何て言いましょうかね、作ったその作ったというお嬢さんのお婿さんがシェパードさんというんですけども、そのお父さんが実は私がカナダに献身した時に不思議なことをされた人です。私親から感動されてカナダまで行きまして、神戸先生はどうやってカナダの学校の学校にも行かれて、アメリカのダラスのクライスト・フォー・ザ・ネーションでどうやって卒業費出されてか、教会からお金出してないんで、どうやってされたんかなと私聞いてないんですよ。後から聞いてください。で私の場合はね、感動されましたからお金が全然なかったんです。でも私の行った進学校はタダではなかったんです。私間違って進学校に行ったらみんなタダだと思ってて、はあってのもちゃんと入学費とか寮費とか食費、当たり前ですよね。びっくりしてね、全部捧げてしまって、ようやく片道切符だけのお金が、私働いて得たお金それだけしかない。唖然としてて、カナダのリジャイナという町まで聖書学校がどこにあるかも知らず行ったんです。ただ宣教師がその聖書学校で勉強しなさい、進学校に行きなさい、助言ですこれもね。で行ってみたら、その先生から渡されて、先生僕お金ないんですけど、分かってるよ、祈りなさい、それだけ、ああ祈りなさい、これでね、祈りなさいは分かったけども、いやこれ寮費も学費も何もどうするんだろうなと、本当にはちょっとこれ初めてのことです。ただ私ね、もうそこに行くのに一つのとんでもない奇跡があったんです。皆さん外国に行くときにね、1963年64年ぐらいはね、海外旅行者まだいません。で外国に行くときはみんなビザがいるんです。留学生は直されるんです。私ねバンクーバー飛行場って、ね、皆さん今みたいに何にもセキュリティないよ、飛行機からスッとこう行くんですよ、セキュリティ何もないの。あれだったら銃持ってても何も言わないわ、刀持とうが何にも言わない、そういう時代だったんですよ。で私は何にもそんな持ち物、ビニール一袋 家から追い出されましたね。この小さな私のあれしか持ってない、それ持って行ったんで、それで何のために来たんですかって言ったら、入学するとあんたビザ持ってないじゃん、でも行かなきゃいけない、それでもダメだよ、俺入れられないよって、俺入れられないって言ってると私行かなきゃいけない。そしたら私に来なさいと言った宣教師が来て、何やってんのあんた、何やってんのって、入れてくれないのって言ったら、あんた何ビザ持たない、先生いるって言わなかったじゃん
で交渉したらね、10日間、僕は10日間だけ入国させる権利がある、そういう力を持ってると。10日間だけあげるからあと帰ってくれと。そしている場所もちゃんと決めといてくれよと。そしたらうちの宣教師がね、カナダの政府に交渉してみるからと。その係官笑ったですよ。多分こんなバカなこと聞いたことない。そしたらその宣教師の知り合いが、まあこれはうちのマージュリーのお父さんがよく知ってる友達でもある人です。そのプリチャードさんという人がね、カナダでその当時一番大きな教会の牧師をしてて、その人が直接カナダの政府に電話したら、ちゃんと政府はプリチャード牧師さんが出るんですね。出て説明聞いて、分かった入れてやると言ってすぐ返事入っちゃった。こんな話だから私ね、こういうのは奇跡と思わないの。その時当たり前でしょう、献身したんだから。で学校に入ったら今度お金でしょう。この時先生が祈れって言われて、本当に私祈りましたよ。あの時は与えてください。そしたらね、上で教会やってるんですよ。で地下に部屋があって、地下にいた。そしたら突然ね、シェパードという先ほど言ったホープというのを作った、この人の息子が作ったんです。シェパードさんという人がね、名前がいいでしょう、羊飼いさん。会ったことないですよ。突然に私の部屋に入ってきてね、ちょっとポケット貸してくれって言うんです。ポケット貸して目を閉じててくれ。そしたら上からたくさん立派な教会で人が入ってきて、ポケットに何かごちょ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 するんですよ。あ、お金入れてるのか。あ、そうだ、こうやって神様私満たしてくださるんだ。とんでもない格が入ってきました。これ助言であり支えですね。あの時にあの宣教師もすごい祈れって、宣教師もお金がなかったんだろうね祈れって、祈れば満たされるって私の恩師になった先生です。はい、結局満たされました。だいぶまあね、ちょろんかじょろんが長くなりましたけども、何しろ人生は良い助言をもらう。この人間というのはそうして良い助言があってこそ、こう良い環境の中に置かれるということで育っていく。クリスチャンであれば当然そういう良い助言をする人になっていただきたいなという願いです。特にここに書きましたように、私たちはこの助言をする中でも必要なのは、この御霊と御言葉に基づいた助言が必要です。聖霊様の助けがいいというのは、皆さんが預言者のイザヤ書を勉強されると分かりますように、イザヤの預言、イザヤ書というのは聖書学校ですから申し上げますけども、四福音書がありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。でもイザヤ書は第五福音書と言われています。第五福音書と言われる理由は、このイザヤ書にはイエス様のことが見事に描かれている、うん、特にイザヤ書の9章の中には、この一人の処女がこう身ごもって子供を産むという話が出てくるんですよ。そしてね、その人にはこのね、カウンセラーの霊があると。生まれたものには、おい、助言すごい、これ聖霊のことです。 Wonderful Counselor、 英語はそうに訳します。 Wonderful Counselor、 素晴らしい預言者、これ素晴らしい助言者。皆さん、クリスチャンであってよかった。皆さんには素晴らしい助言者がついて、だから祈ればお得、ね、こちらの方に飛行場から降りてくるときにね、うちの奥さんから聞かれました。またあなたは時々主が言われたって言うけど、本当に主がどういう声であなたに言ったのと、どういう声で言ったのって言われた
印象です、インプレッションですという英語で答えました。インプレッションです、ふっとそんな思いのようなものが入ってくるのよって言っていました。よく私そういう引きこもるって言ったって絶望じゃなくて主と共にいたけず時間過ごしたい引きこもりタイプです、時には山にこもってしまうこともある、まあ、そういうために祈りの場所を作ってあるんですけど、まあ私たち聖霊様はね一番素晴らしいある意味で助言者です。良い言葉をくださる、これが道だ、でそれが本当に聖霊様の良い言葉であるかを確かめるために御言葉という光があるんです。詩編の119編の105節には御言葉は我が足の灯し、我が道の光と書いてあります。詩編の119編の105節、御言葉は我が足の灯し、我が道の光、つまり私たちを照らしてここに歩めって聖霊様はおっしゃるんですけども、その歩みが本当に聖霊様がどうかは御言葉によって確かめる、御言葉がそのために非常に大事です。参考までに申命記の8章の2節から3節4節読んでおいてください。申命記、モーセがイスラエルの民を奴隷状態から解放しました。このお話はご存知ですね。奴隷でやったんですよ。大変つらかったと思う。あまりの苦しくて彼らは主に叫んだ。主は彼らの叫びを覚えられた。そして御言葉を思い出して主は彼らを救うためにモーセを使わされたというのが出エジプト記。モーセは使わされる神の言葉に抵抗しまして、私はね喋れないとか言って喋ってます。主に十分答えてますね。上手に喋っていながら喋れない私は、まあ、だからお前そんなこと喋れない喋れないってよく喋るから、じゃあアロンをあなたに代わりに送ろうと、お兄ちゃんがねこう選ばれてきますね。有名な話ですね。これは出エジプト記の3章に書いてありますよね。じゃあ何のためにあなた方はエジプトから出てきたの、奴隷が苦しくてあと自由勝手に生きるため、自由奔放に生きるということは人間を混乱させ破滅させるというのは詩式の御言葉の25章一番最後の言葉で、詩式の御言葉、詩式の時代というのは旧約聖書の詩式というのは混乱の時代です。王様がきちんとしたリーダーがいなくなってしまって、聖霊が望んでリーダーが立てられ、聖霊が望んでリーダー、もしこの詩式だけ勉強しますと分かるんですけど、だんだんねリーダーが立ってリーダーが治める時間が期間が短くなってきます。しまいにはもうリーダーがいなくなってしまって国がちりちりバラバラになっていって、サメル記に入ってきて王様の時代になってきますね。まあちょっとそこまでいくと記憶があるの長すぎますけど、まだそんな中でね、実際にモーセが言いたかったところです。申命記の8章2節から言うんです。神様はあなた方にこの試練や苦しみをあえて通らせる理由、皆さんの中でも私の中にもたくさん試練も苦しみ、その理由は一つはね、あなた方が御言葉で生きるかどうか。人は食べ物だけで生きるんじゃない、神の言葉で生きるんだということをあなた方に知らせるためだということを言っています。私たちの人生の課題はいろいろありますけれども、私は
神の言葉によって御霊に導かれて生きるというこの生き方は最高だと思います。そんな意味においてこの助言者と言われているのは聖霊様であり、その聖霊様は私たちの体を通していつも働かれる、体によって働かれる。なぜかというと、コリント第一の手紙の3章16節にあなた方の体が聖霊の宮ですと書いてありますね。聖霊だけが別にどっかから飛んでいって何かされない、皆さんを通してホームに行ったり、麻酔牧師が去年亡くなられた時に、亡くなるちょっと前に私訪問しておりました時に、私はこの現実を見たことがあるっていうおっしゃってましたね。不思議なことに自分が生涯の一番大事な時期をホームで過ごすことができたと。特にターミナルケアって言いましょうか、もう治療のしようのない、そういう人たちの行くそういう病院がありますね、施設が。そこで麻酔先生はずっと生涯牧会の第一線を退かれて、そこで働いておられて、訪問して素晴らしい働きをして、たくさんの方が先生の導きの中でイエス様を受け入れていかれたの、私にとって非常に幸せでしたと。ですから最後は先生自身もそこで召されたのを今でも私息子さんから伺っておりますけれど、この人生の中においてやっぱり神の御言葉と御霊っていうのは素晴らしい役割をしていくな。そして神は人という人間という器を通して今も働きたい。私たちが聖霊の宮なんです。聖霊様だけが勝手にどっかから皆さんがねこう何かメールして他の人に何かしてもらっておいて、そんな風じゃなくて皆さんが聖霊だから、皆さんの家族でも私の親でもそうです。私を通して聖霊様が働かれて、私の父も遺書まで書いてクリスチャンとして、私は感動されましたけども後に受け入れられて、父は遺書までは書いてくれて、葬儀もちゃんと間違いなく教会でこのようにやってくれよっていう、そんなことになりました。やっぱり聖霊様がそういう器を通して皆さんを通して働かれる。そのためにぜひ聖書学校ではたくさん御言葉を学ばれますよね。御言葉をたくさん心に蓄えることをお勧めしますと書いてある。イエス様もと書いてある、二言目にもと書いてあると皆さんがねやっぱり御言葉が引用できるほどになっていただきたいなと願っております。で特にここに書きましたように、私たち聖霊様の影響力を受けて御言葉の声をさせていただきますけど、一方では私たちは人間についての知識っていうのを持っておかなきゃいけません。人間とは一体どういう存在だろうかっていうことをね、人とは一体何者であろうか、聖書の中に書いてあります。あ、これの時間過ぎちゃいましたか。11時、あと5分、じゃああと5分大事なことを言います。それはね、人間についての知識も持っておかなきゃいけない。私たちの御用させていただける対象は人でしょ。人とは一体どんなものなのか。聖書の御言葉によると、人とは神に似せて作られた本当に重大な存在です。これはもう聖書の最初創世記の1章20な、私たちに似たと言って、ね、父御子御霊なる神様のその存在に似た存在、ね、だから皆さんは父御子御霊の代わり、皆さんは霊と魂と体という3つから存在してるんですね。この3つが一体化してるわけです。だから主なる神に似ている。これもう一つ、人をその後神は祝福して言われました。増えなさい、満ちなさい、治めなさいこのもまた非常に大事なこと。主は
祝福してと書いてあります。私ねこの言葉すごく大事だと思ってます。神様の祝福のために皆さんも存在している。祝福の現れとなるためにすごいですよクリスチャンライフっていうのは。だから皆さんはね神の祝福のモデルでやってほしいと思います。アーメン、アーメン。祝福のために召された御言葉を引用させてください。ガラテヤ人の手紙の3章の9節にイエス・キリストを救い主と信じたあなた方はアブラムと同じような祝福に預かれると書いてあります。同じガラテヤ書の3章の14節には律法の呪いから解放されてやっぱりアブラハムの祝福に預かりと同時に聖霊の賜物にも預かれるというふうに書いてありますと書いてある、ね、私たちの主がペトロの手紙の第一の手紙の3章の9節には私たちにとってちょっと厳しい言葉、悪をもって悪に報いず侮辱をもって侮辱に報いないようにしなさい。なぜ？祝福のために召されているから。皆さんね、人を祝福するために召されたんですよ。皆さんは祝福の器ですよ。イザヤ書の43章7節には神の栄光のために作られたと書いてあります。だから主は素晴らしいねって皆さんの存在をして私たちの存在をして言わしめのほどになりたい、ならせてって祈ってください。はい、良いカウンセラーになれますようになっていただきたいなと願って、一区切りさせてください。お願いします。主よ、こんなに私たちを愛してくださる主がどれほど素晴らしいお方か皆さんが味わい知ることができますように。Taste and see 主の素晴らしさを味わい知れというお言葉の通り、そして主イエス様を人々にいつも紹介できるキリストの福音の香りと皆様がなられますように、イエス様の皆によって感謝しお祈りします。アーメン。はい、ひとまず終わらせてください。よろしくお願いします。クリスチャンライフで牧師をしています神戸と申します。今梶川先生から言っていただいた通りですね、私は2009年から2011年まで CFNI で学びをしてですね、卒業しました。で今日の朝はですね CFNJ で賛美、8時半からの賛美でですね、すごく懐かしい気持ちになりました。 CFNI はですね朝8時から毎朝ですね8時35分まで必ず賛美の時間なんですね。そして賛美が終わってですね、まあ、その時の担当の先生が出てきていろんなことをちょっと話して祈って You dismiss ったらすぐに速やかに次の教室授業の教室へ行くっていうですね。でしかもですね CFNI では IC カードをスキャンしてですね出席を管理してるんですけれども、朝8時に1分でも遅れるとペナルティーポイント2ポイントつくんですよ。でペナルティーポイントがたまるとですね結構めんどくさいいろんなことが降ってかかってくるっていうですね。で欠席すると3ポイントのマイナスがつくっていうですね。だから朝8時59分くらいになるとスキャンマシンの前に長蛇の列ができるっていうですねそういう感じなんですよね。ただ8時からのワーシップは本当にすごくてよく素晴らしくてですね、で今日 CFNJ で賛美今日参加させていただいて、あの時私が毎朝毎朝賛美を捧げて授業を始めてたのはものすごい恵みに預かってたんだなってことを再確認しましたね。なので素晴らしい恵みに預かってますよ毎朝。で今日はね皆さんと一緒に時間を過ごすことでとても感謝しています。で私自身のことはですね、まあ、今日のこの講義の中で少し絡めてですねお話ししたいと思ってますけれども、今日私に与えられている限られた時間の中でですね聖書的世界観を育むという内容について皆さんと一緒に、ね、見ていきたいなと思ってます。皆さんはですね世界観という言葉を聞いてですねどんなことを思い浮かべますかね。
最近はですね、異世界転生もの流行ってますので異世界に転生するとまずどういう世界観に転生したのかを確認するっていう作業が入りますよね。でもね、世界観というのは必ずしも漫画やですねラノベだけの話だけではなくって、実際に世界観という言葉が哲学の中ですね、用語として使われていますね。皆さんどうですか、世界観の意味分かります？ウィキペディアで調べるとこうやって書かれてます。世界観とは世界の意味を問うもので、例えばこの世界は私にとってどんな意味があるのか、この世界で私はどのような役割を果たしていくことが期待されているのか、世界の中で人間はいかなる役割を果たせば意味があるのかなどの問いに答えようとするものである。したがって世界観とは世界に対する態度及びその表明であるとみなすこともでき、人生観や実際の生き方と結びついている。さらに世界観を背景にして理想や善などの意思的側面、行動原則など実践の指針が与えられるというふうに定義されています。ウィキペディア調べれば誰でも見られますから、ね、別に書かなくたっていいですよ。全ての人はですね、全てのこの世界に生きる全ての人は何らかの世界観を持って生きています。しかしですね、普段生活している中で自分の内側にどんな世界観があるのかということを私たちは意識することはほとんどありません。世界観というのはですね、私たちの心の内側にある色眼鏡みたいなものです。私たちはその世界観という色眼鏡を通してこの世界を見て自分の行動の指針を定めて生きているんですね。で、私たちはですね、人々のうちにどういう世界観があるのかということも外から見てパッと伺い知ることはできないんですけども、その人の行動をよくよく見て注意して観察するときに、その人の内側にどんな世界観があって、どんな世界観を持ってその人が生きているのかをなんとなくね伺うことはできます。日本の社会を眺め、また日本の人々の行動をですね注意深く見るときにですね、まあ、例えばですね、日本人の中には非常に神道的アミニミズム的な世界観が深く根ざしているということをですね、私たちは観察することができますね。日本のですね、まあ、文化風習の中にですね、古い道具やあるいはですね人形に、古い人形には何か霊的なものが宿っているんじゃないかという感覚みたいのがありますよね。あれは神道的アニミズム的な世界観に基づく感覚ですね。だからですね、日本人は長く使った道具や古い人形を神社とか仏閣に持って行ってお祓いしてもらうということをしますよね。そうやってその世界観に基づいた行動をとってるわけですね。私が以前ですね教会に行った時にですね、こんな体験をしました。ある人が、近所の方がですね訪ねてきてですね、まあ、たくさん箱を持ってるんですよね。でその箱を差し出して、実はうちの押し入れを整理していたら可愛い人形が出てきたと、たくさん出てきたと。でそのまま捨てるのも忍びないので、でもうちには必要のないものだから、お宅の教会で毎年やってるバザーに売ってくれないかと。でもしくは教会にいる来ている小さいお子さんにあげてもいいし、必要なければ処分してもいいっていうんですね。で私それ聞いた時ね、嫌な予感がしたので、もう絶対受け取らない方がいいなと思って抵抗したんですね。いやいやそんなこと言わないでみたいな、いろいろ言ったんですけど、半ば強引に箱押し付けられて、もうすごいそそくさと帰ってくるんですよ。ほんで受け取ったらもうどうにかしなくちゃいけないのでね、まず何が入ってるのか見ようと思ってちらっと箱の中見たんですね。で古い日本人形が何体かと、ものすごい小さい、ね、古いこけしがものすごいたくさん入ってるんですよ。で見て汚い感じですね、もうね。で見て、あこれはと思って、もう売り物に絶対ならないし、人にもあげることも絶対できないと思って、まあこれはもう勝負だなと思って、すぐに捨てようとしてですね、まあ、ゴミ袋開けたんですけど、その時ねふっと思ったんですね。あの無理やり箱を押し付けて帰っていった態度、そして押し付けたらサッと帰っていく、もう後ろも振り返らないでサッと帰っていくあの態度を見て、あきっと押し入れを整理してたらこの古いねちょっと怖い感じの人形だったんですよね。人形が出てきて、捨てることもできないし、どうしようか迷って困ったんだろうなと。かといって神社とかに持ってってお祓いしてもらうとお金かかるんですよねお金かかるし、あ近くに教会さんあるから教会さん持ってって処分してもらったきっと思ったんだろうなと思ったわけですよ、ね、で私はもうしょうがないのでそれを捨てたと、すぐにゴミ箱に捨てたと。何も特別なことをしてませんよ。祈りもしないし、ただゴミ箱の中に捨てるという作業ですねでね、この出来事はクリスチャンとクリスチャンでない人の間には全く異なる世界観があるということを一つ端的に示している出来事だなと思いますね。ご近所の方は古い人形に対して明らかに何らかの恐れみたいな感情を抱いているわけですね。もしこの人形に対して間違った取り扱いをしたら何か自分たちの上に悪いことが降りかかってくるんじゃないかという類の恐れですね。
でも私はクリスチャンホームで生まれ育ってなおかつ牧師もしてますから、そういう世界観は持ってない、価値観は持ってないわけですね。だから私にとって古い人形はただの人形である。ここにその人形を一つ取ってもその人形をどのように見てどのように扱うべきかに違いがあるということがある。その違いはどこに起因しているのかというと世界観に起因しているんですね。で、こういうこの出来事を示している人間には皆自分のうちに世界観を持ち、その世界観に基づいて世界を見つめて世界に対する態度や行動原理を定めて生きている現実があるわけですね。で、世界観とはね、私たちの価値観や人生観あるいは実際の生き方と密接に結びついています。そして世界観はですね、もう宗教だけじゃなくて歴史、哲学、思想、科学、教育、文化、あらゆるものから影響を受けて、そのような影響の上に一つにまとめて形作られているもの、それが世界観なんですね。日本人の場合特に分かりやすいのは宗教からの影響だと思います。神道、そして仏教、そして陰陽道なんかがですね、結構影響を受けているなと思います。私ね、今年で42歳なんです。皆さん42歳って何の年か分かります？日本人にとって特別な年なんです。42って厄年です。厄年なんです。それもね、厄年の中でも一番ひどい大厄と呼ばれてる厄年らしいですよ。ね、え、私の周りではですね、今年厄年だから厄払い行かなきゃって声がちらほら聞こえてきます。でもね、不思議だなと思います。あのね、厄年って陰陽道の考え方なんですね。でもそうやってね、厄年だからちょっと厄払い行かなきゃって言ってる人たちを見るときにですね、彼ら別にそんなに真剣に陰陽道を信じてるわけじゃないんですよ。皆さんね、皆さんにとって最も身近な陰陽道のものって何か分かります？カレンダーに載っている六曜なんですよ。シャックとか仏滅とか友引きとかあれ書いてあるでしょ、一般のカレンダーに。あれね、陰陽道なんですね。で、あの仏滅の時には何をしない方がいいとか、シャックの時にはこうした方がいいとか、旅に出るならこの日はこういう風にしてこういう風に出かけたら災いを逃れていいことが起きるとか、そういうのを指し示しているのが六曜なんですね。厄年だから厄払い行かなきゃって言ってる人たちがね、陰陽道的な考え方を受け入れてるけれども、じゃあね、六曜に従って生活してるかって、そんな人一人もいないですね。まあ、結婚式は仏滅にはしないって決めてるぐらいじゃないですかね、せいぜい ね。そんな人は一人もいないわけですね。だけど厄年だけは気にして、その部分だけはこの陰陽道の世界観を自分の世界観として取り入れてるわけですね。で、世界観というのはそういうものなんですね。結構曖昧であやふやなものなんですね。さて、ノンクリスチャンの人たちの持っている世界観についてここまで話してますけれども、問題はね、私たちクリスチャンはどういう世界観を持つべきかという話なんです。ノンクリスチャンの人たちが神道あるいは仏教、陰陽道から影響を受けた世界観を持って生きているのはある意味で当然だと思います。じゃあ私たちクリスチャンはキリスト教的世界観、聖書的な世界観を持っているのだろうか、それを持って生きているのだろうか、これがね、問題なんです。私たちはイエス・キリストを信じて救われてですね、そして救われた者としてこの世的な世界観ではなくて聖書的な世界観、福音的な世界観を形作って、その世界観に基づいて生きるように招かれ召されています。それが私たちクリスチャンですね。なぜなら私たちはですね、イエス・キリストを信じる信仰によって全ての罪を許されて救いに預かり、全く新しいものとされているからですね。私たちは聖霊による神聖と更新の洗いによって新しくされたものですと、テトスの手紙3章5節には書かれてますよ、ね、だから私たちは新しくされたものにふさわしい新しい世界観を持って生きることを神様から求められているわけです。第2コリント5章17節は、誰でもキリストのうちにいるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って身を全ては新しくされましたというふうに書かれていますよね。ところがですね、そしてこの全てが新しくされたの、その全ての中には私たちの世界観も含まれているわけです。しかし私たちはイエス・キリストを信じた時に救いに預かり、霊的に新しいものとはされたけれども、私たちの世界観までは新しくされていないという現実があります。以前ですね、こんな経験をしました。私がですね、まあ、ある方がですね、教会に電話をされてきてですね、してきて、で聖書の学びをしたいですね。でその方と私が学びをすることになって、でその方はね、ものすごく本当にちょっとやそっとではちょっと解決できない複雑な問題をいくつも抱えておられる方ですね。
まだ信仰告白してなくてですね、でもキリスト教に救いを求めているわけですね。で、まあ、一緒に学び関わる中でですね、まあ、その方が信仕事を告白して、そして洗礼を受ける決心をして洗礼に預かるわけですね。でも洗礼をする決心をする時も、洗礼をする受けると決めてからもですね、ものすごく大変揺れてですね、すごい大変だったんですけれども、でも何はともあれですね、洗礼を受ける日になって洗礼を受けたんですね。で、本当に喜びに満たされて、本当に自分が救われたということを大いに喜んでいたんですね。で、洗礼を受けてから1週間くらい経ってからですね、その方が抱えているその問題のためにですね、相談をしたいって言って電話を私にかけてきたんですね。で、私が電話をしてその相談を聞いていたらですね、この方が、ね、こんなこと言うんですね。今悩んでいることで来週占い師の人に来てもらって話を聞く予定なんですって私に言うわけですよ。聞いた時にえって私が言ったら、向こうもえって言われてですね、えみたいな感じでですね、驚いてしまうわけですね。で、私の感覚からすれば、救われたのに占い師と会って占い師の話を聞くというのは、まあ、私の世界観からして考えありえないことなんですけれども、でもその方はですね、まだ救われたばっかりで、まあ、ある種当たり前なんですよ。それがその方が持っている感覚なんですね。なぜなら占いが神様に喜ばれないものであることを彼女は知らないわけです、ね、だから聖書のことをまだ十分に知らず分かっていないので、自分が救われる前に頼っていたものに頼ってしまう。だから救われた後も救われる前と変わらない古い歩みをしてしまうんですね。何が問題なのか、世界観ですよ。イエス・キリストを信じて霊によって生まれたものとして新しくはされているけれども、世界観が新しくされていないので、価値観が生き方が古いままになってしまうんですね。私たちは救われたものとして、新しくされたものとして、全てが新しくされなくてはいけないんですね。じゃあどうやって私たちは自分の内にある世界観を新しくすることができるのか、これが問題なわけですね。熱心に教会に集い礼拝を捧げ主に仕えていれば、私たちの内にある世界観というのはおのずと自然に新しくされるんでしょうか。どう思います？少しだけ私の話したいと思います。私の父と母はですね、クリスチャンで、私はですね、クリスチャンホームに生まれ育ちました。私の父はですね、学生の時に水野先生に救われてですね、救えと導かれて、救われてずっとクリスチャンライフで仕えてきてですね、今は長老として水野先生をクリスチャンライフで、ね、支えています。で、私の母は沖縄出身のですね、クリスチャン3世でですね、ですね、私が中学生の時に献身してクリスチャンライフで牧師になりました。ある種、ね、ものすごい熱心なクリスチャンホームに私は生まれているわけですね。だから私は小さい時から毎週教会に行っていたし、この中学生くらいになったらユースのですね、集まりにも行って、熱心に成長したら教会で奉仕をするようになりましたし、高校になったらユースリーダーになってですね、このユースの働きを引っ張っていくような働きもずっとしてきました。そしてですね、ついには献身までしました。今牧師として私ここに座ってますそんなですね、まあどうでしょうね、私の信仰生活にはいろいろな問題や歪みというものは抱えていましたけれども、はたから見ればすごく優等生的な信仰生活を送ってきただろうなと思います。さて、そのようなね、一見すれば優等生的な信仰生活を熱心に歩んできた私のうちには、その熱心な歩みによって聖書的な世界観が形成されて持つことができたと思いますかそうやって言うってことはちょっと違うんだろうなってことが皆さんの、ね、心の内ある思いだと思いますね。幼い頃からですね、本当に教会に集って教会学校で聖書の話を聞いて、このユースの働きもして、そして、ね、そういうふうに育っていく中で、私のうちには確実に周りのノンクリスチャンの友達とは違った世界観というものが形成されていました。創造論を信じていましたしね、まあ、信じていたって過去形で言ってますけど、ちゃんと今も信じてますよ。創造論当時も信じていましたし、そしてですね、日曜日に教会に行って礼拝に出ることが大好きでしたし、奉仕は私にとって喜びでした。もっとイエス様に喜ばれるものになりたい、もっとイエス様に、神様に用いられるものになりたいという、ね、真剣な願いをね、私は持っていました。でもね、そういう神様に対する熱心な思いを私が持ってる、そのもう一方で私の心の片側にはね、全く別の思いをね持っていたのもまた事実です。
もっと神様に喜ばれるものになりたいという願う私の心のうちのもう片側には、クリスチャンホームに生まれて損したなと思いが確実にあったんですね。クリスチャンだから自分はあれはできない、これもできない、あそこに行けないということがたくさんありました。私たちの教会の近くには上野天満宮というですね、あの界隈では結構有名なですね神社があるんです。で、上野天満宮ではですね、毎年秋になると目の前の道路をですね通行止めにして、そこに屋台がいっぱい並んでですね、縁日お祭りがあるんですね。で、私ね、まあ留学したりいろいろありますけど、基本的にはあの教会のそばのですねところに住んでいるのでですね、その上野天満宮があるところは私の小学校の学区だったのでですね、もうそこのお祭りにみんな友達行くんですよ。上野天満宮で縁日があるときね、公園に行ってもね人が一人もいないんですよ。学区の中には全ての公園を回っても、子供はおろか大人も一人もいないです本当に。でね、みんなそこの天満宮の縁日に行くわけですね。でもね、私はね行けなかったんです。母があれは偶像崇拝 のお祭りだから行ってはいけないと禁止命令が出てたので、私ね生まれてこの方あんなに近くに上野天満宮なのに一回も上野天満宮の縁日行ったことないんですよ。でね、天満宮で縁日がある日、学校が終わって遊びに行ってきますって飛び出すでしょ。公園回っても人が本当にいないんですよ。もう行ける公園全てを回るけど、全ての公園に本当に文字通り人がいないんです。でブランコに一人で乗って、どうせみんな縁日行ってんだろうなってみんな縁日行ってるわけですね。で翌日学校に行くと、学校での話題は昨日のお祭りどうだった、こんな風だったね、楽しかったね、あれが買った、縁日でこんなものがあった、え、そんなのあったのみたいな話してるわけですよ。私その会話に入れないんですよ、お祭り行ってないから。寂しいですよ、聞いてても私に話題が触れられることはないし、でそれについていけないし入ることもできないし、もうすっごいそれで寂しい思いをしました。でそういうふうにね、私みたいに何の制限もなく自由にお祭りに行って楽しんでいるノンクリスチャンの友達を見た時にね、幼い私はクリスチャンってなんて不自由なんだろうって思いました。心の底から毎年毎年秋に必ず思ってました。そしてそう、ね、神様に喜ばれるものになりたい、神様に本当に用いられるものになりたいという願いを持ちつつも、同時にクリスチャンってなんて不自由なんだろうという相反する思いを持って成長した私はね、高校生になった頃、私のうちにですね一つの、まあ、高校生なりの私の結論というのが出ました。それは何かというと、最高の人生とは自分の思うまま好き勝手に生きて、本当にやりたい放題やって、死ぬ直前にイエス様信じて天国に行く、これが最高の人生だと高校生の頃の私は本気で思ってました。自分はクリスチャンホームに生まれて損した、クリスチャンホームに生まれたばっかりに自分は人生の喜びと楽しみを失ったという思いが私の中で確実にあったんですね。でね、そのようになぜそういうふうに思うように至ったかというとですね、私のうちにあったクリスチャンだからこそ感じる、まあ、葛藤と失望というものがあったからなんですね。例えばですね、私のうちには神様に喜ばれるものになりたいというこの熱心な願いがありましたけれども、でもこの熱心な願いが私を苦しめるようになっていったんです。私はね、もっと神様に喜ばれるものになりたい、もっと神様に用いられるものになりたいと願っていました。でもそういうふうに願いを持ちながらも、自分が思い描いているような理想の信仰者になれないことに対してものすごく悩み葛藤してですね、苦しむようになってきました。もう罪の誘惑を感じるために、誰かに対して怒りの思いを感情を抱いたりするときに、その時瞬間に自分、あ、なんて自分は罪深いんだろうと感じて罪悪感を抱くようになっていく。そして何か失敗をして罪を犯していくたびに、もう神様は自分を怒っているに、自分のことを怒っているに違いない、もう神様はこんな自分のことなんかもう呆れてしまっているに違いないというふうにですね、自分を責めるようになりました。そしてですね、ついには何か悪いことが起きると、ああこんな悪いことが起きてるのは自分のうちに悔い改めない、食べていない、罪があるからに違いないというふうに恐れるようになっていくわけですね。そうやってですね、自分の信仰の歩みの在り方について悩み葛藤し苦しむ中で、クリスチャンとして生きるということはただ自分を苦しめるだけなんだというふうに思うようになっていったわけですね。
で今はですね、まあ、大人になって牧師になってですね、かつての私の幼い頃の私のですね、そのような持っていた悩みや願いを振り返ってですね、客観的に見るときに何が問題なのかというかよく分かるわけですね。でそれはですね、当時の私はこの聖書的な世界観とこの世的な世界観というものがごちゃ混ぜになっていて悩み混乱していたということが一つの問題であったわけですね。問題の全てはそれではないですけど、一つの問題はそれだったわけですね。例えばですね、当時の私が持っていた、願いにこういうものがあります。まあ、誘惑を感じるたびに罪悪感を覚えていてですね、まあそうですね、もう性的な誘惑であったりとか人に対して怒りの感情を感じたりするときに私はね、こういうふうに思って考えるようになりました。怒りの感情もこの性欲というものも全部なくなって無になればいいのにと、そうしたら自分は清いものとして生きることができるのにっていうふうに学生の頃の私は考えるようになったわけですね。でもですね、この考え方って清さという考え、聖書が教える清さと全く違う考え方なんですよね。どちらかというとこの考え方ね、仏教でいうところの解脱に近い考え方です。解脱というのは人を束縛する煩悩から解放されて悟りを開き自由になるという考え方ですね。で私がもう怒りの感情も性欲も何もかもなくなって無になれば自由になるというのは、どちらかというと解脱したいって願っているのとほぼ同じなんですね。でまたね、罪を犯すたびに、まあ、神様は自分に対して怒っておられると考え、何か悪いことが起きると、まあ、自分の罪に対する罰としてこれを神様が与えられたんだというふうに思ってましたけど、この考え方って仏教でいうとこの罰が当たるとほとんど同じなんですよね。罰が当たるって考え方と、だからこれがね問題であったってことが今の私は分かりますね。私たちが熱心に信仰生活を歩むことはとっても大切なことです。皆さん熱心な信仰生活を歩んでください。でもね、ただ熱心に信仰生活を歩んでいるだけではどうやら聖書的な世界観というものが自然に育まれてくるわけではないようです。私自身の実感としては、クリスチャンホームに生まれて熱心な信仰生活を歩む中で育まれてきた私の世界観はですね、聖書的な世界観が全体の 20% から 30% くらいで、残りのまあ80から 70% くらいはこのような世界観って感じかなっていうのが、まあ私の実感しているところかなと思います。私がですね、牧師としてまあいろんな人と出会っていろんな人と話していく中でですね、感じている一つのことは、まあ、多くのクリスチャンが、まあ、試練とか問題の中で苦しむときに、その苦しみと葛藤の原因の一つはですね、聖書的な世界観を持つことができていないというところに起因しているということをすごく思います。原因の全てではないです。原因の一つです。かつての若い頃の私と同じように信仰には熱心ではあるけれども、正しい世界観を持つことができていないがゆえに、まあ、もうちょっと違う言い方をするならば、聖書が教えているように物事を見ることができていないがゆえに葛藤している人が多いなということを、私が牧師として仕えている中ですごく感じます。またですね、この聖書的な世界観とこの世的な世界観がごちゃ混ぜになっているがゆえに、間違った信仰観を持っているという問題も多くの人が抱えていると思います。その中で特に現代の教会の中で一つ大きな課題としてあるなと思うことは、この個人主義というものが、これも個人主義は北米とかヨーロッパでいうところの個人主義ではなく、日本的な個人主義ですね。日本的な個人主義という世界観を取り込んで、教会なんか行かなくてもいい、私と神様との関係さえちゃんとしていれば信仰生活は全うできるということを言っているクリスチャンが、ね、結構います。でもそれはね、聖書で言っていることではないですよね。ヘブル人の手紙の10章25節には、ね、ある人たちのように一緒に集まることをやめない、帰って集まりなさいというふうに言ってますし、まあ、同じく、ね、3章13節には今日と言われている間に日々互いに励まし合ってとも書かれているわけですよ。それが私たちが持つべき正しい信仰の認識であるにもかかわらず、この個人主義という考え方とこのキリスト教信仰というものがくっつけて、間違った信仰観を持っている、世界観を持って信仰の生活をしているクリスチャンが結構いるという現実があるわけですね。じゃあ私たちが正しい世界観、聖書的な世界観を持つためにはどうすればいいのかって言ったら、それはですね、まずロマ人の手紙12章2節にこういうふうに書かれていますね。ローマ人の手紙12章2節、この世と調子を合わせてはいけません。
むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります、というふうに書かれています。私たちが神の御心は何か、何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けようとするのであるならば、私たちは自分を変えていただかなくてはいけない。これ神様によってですね。そして私たちが自分を変えていただくためには、心を新たにしなくてはならないというふうに書かれているわけですね。心を新たにするということはですね、まあ、基本的には聖霊の助けによってなされることだと思います。でも同時にですね、私たちが聖霊の助けによって心を新たにされるんですけれども、同時に一方でですね、私たち自身も心の一新によって聖書に照らし合わせて自分の世界観というものを吟味して、自分の世界観を御言葉によって訂正していくという作業が必要になってきます。これはね、私もやりました。学びをしている中で、訓練を受けている中でやってきましたね。でそのための第一歩が何かというと、それがね、御言葉をやっぱり学ぶことなんです。御言葉を学ぶことですね。皆さんがね、この聖書学校において御言葉を学び、神学を学ぶことの、まあ、意義と意味が一つここにあると思います。私たちが聖書がこの世界について、神様について、また人間についてどのように教えているのかを学び、知る必要があるわけですね。そして神様は聖書を通して私たちに知るべきことを掲示してくださっているということをもう一度覚える必要があります。だから私たちは聖書を学び、聖書を通して神様が何を教えておられるのか、そして御言葉についての知識を身につける必要があるわけですね。で、この御言葉についての知識、神学についての知識は、私たちが人生の全ての領域において何が神様の御心であるのかを吟味するための道具です。ツールなんです。じゃあ私たちが聖書的な世界観を育むためにどのように御言葉を学んでいけばいいのかというと、まあ、大きく分けてですね、まあ、いろんな学び方があると思いますけど、まあ、大きく分けて2つあると思いますね。1つは、まあ、組織神学的手法というものですね。組織神学的手法、聖書が、まあ、語ることをテーマ別に分類して整理して学ぶ方法です。組織神学的手法はですね、聖書には神について、御子について、まあ、聖霊について、罪について、救いについて、まあ、教会について、まあ、終わりの日の出来事について何と教えているのかを、まあ、一貫した解説や原則としてまとめて学ぶ、これが組織神学を学ぶということですね。で、この方法はですね、聖書における、まあ、神、人間、罪、恵み、世界などの見方について統一的な見方を教えてくれるという意味で非常に良い学びだと思います。私今日ね、今回シェフエンジェンに来てですね、そこの図書室を、ね、見させていただいたんですね。ちゃんとありましたね。エリクソンのキリスト教神学ちゃんとありました。ヘンリー神聖の組織神学もありました。 J.I. パッカーの聖書教理を学ぶための94章もありましたね。カルバンのキリスト教公表もありますね。呼ばれましたかぜひ読んでください。で、もう一つは命の言葉者が出ている10代から始めるキリスト教教理、めちゃめちゃいい本です。大島則重先生が書いてる。で、組織神学というものが私たちの信仰生活の実践においてどのように適用することができるのかということをすごく平易に分かりやすく書いている良い本だと思います。ぜひね、時間があるときに読んでみてほしいなと思います。でもね、まあ、組織神学を教えるつもりはないです、ここでそんな時間はないですし。でもう一つの学びの方法がね、救済史的手法というものです。救済史的手法というものですね。聖書を物語に沿って学び、聖書を歴史的に取り扱う学び方ですね。この方法はですね、聖書が語ることを歴史の筋書きに沿って整理していくのに非常に、ね、良い学び方ですね。でこの方法を通して聖書を学ぶことの有用性はですね、私たちが聖書を救済史的な手法によって読んで学んでいくときに、福音を通して私たちに与えられている希望って一体何なのかということがすごくよくわかるということですね。これが、ね、とってもいいものですね。で今日は、ね、皆さんと一緒にこの救済史的手法での見方で聖書を学び、聖書の世界観がどのようなものであるかを、まあ、見ていきたいと思うんですけれども、といってもこのね、3回という限られた時間の中でもう創世記から黙示録までを網羅することはちょっととてもじゃないできないのでですね、今回は創世記の1章から11章までに限定してお話ししたいと思っています。皆さんにお配りしているですね、資料でちょっと見ていただきたいなと思います。
皆さんね、まあ、ごめんなさい、私今回ね北海道、冬の北海道に来るっていうのでちょっとちょんぼして、あの聖書持ってこなかったんですけれども、この中に聖書入ってますけどね、手元にある聖書ね、その聖書ちょっと持ってみてもらえます？それ皆さん、その聖書本ですよね、一冊のね、一冊の本ですよね。66巻からなってます。でも一冊の本なんです。で、私たちが聖書を読むときに、なかなか聖書を創世記から黙示録まで通、ね、通しで読むということを短い時間内ですることはないと思いますね。 1年かけてデボーションで創世記から黙示録まで読むということはやるかもしれないですけど、私たちが通常聖書を読むときにどちらかというと一つの書簡を取り出して、まあ、創世記だけ読む、あるいはエピソ人の手紙だけ読む、ね、マタイの福音書だけ読むという、その書簡ごとに取り出して読んでいるので、書簡がに書かれているストーリーラインというか、何が書かれているのかということはよく知っていると思います。マタイの福音書にはこういうことが書かれている、史書にはこういうことが書かれていることをよく知っていると思います。でもね、皆さん、一冊の本なんです。本というのは必ず一つの一貫性を持ったストーリーラインが存在するんです。だから当然聖書にもストーリーラインがあります。その創世記から黙示録までの一貫したストーリーラインを説明してくださいって言って説明できますか、皆さん。一冊の本として聖書を捉えて、一冊の本である聖書のストーリーラインはどういうものであるかということを、そのことを考えたことあります？あると思いますね。聖書学校の生徒だからきっとあるんじゃないかなと思いますけど、一冊の本なので聖書には一本の筋書きがあります。神様がこの世界に対して、まあ、この世界に対してどのように働いておられるのかということが要は書かれているわけですけれども、でその中でもね、旧約聖書と新約聖書というで、2つに大きく2つのパートに分かれてますよね。で、旧約聖書っていうのは、まあ、旧約というのは古い契約ですよね。このイエス・キリストが誕生する以前のヘブライ民族に対して与えられて神様が結ばれた古い契約について書かれているのが旧約聖書で、新約聖書はイエス・キリストの降誕から、そして復活、そして昇天を通して打ち立てられた新しい契約、これがについて書かれているのが新約聖書の物語ですね。で、皆さんの資料の方にですね、この聖書の構成というのが書かれていると思いますけど、聖書は一冊の聖書で、聖書の物語というものがあります。その中に旧約そして新約という2つのパートがあって、旧約というのは、まあ、大きく分けて言うならイスラエルの物語だと思いますね。だから聖書の第一部、イスラエルの物語って感じでしょうかね。そして新約はこれはイエスの物語というふうに、まあ、大きく分けてストーリーを分けることができると思います。で、今回はもうさっきも言いましたけど、時間の関係上全てを網羅することはできないので、聖書の序章ともいえる、まあ、創世記の1章から11章、厳密に言うと9章までですね、の内容を見ていきたいんですけれども、旧約聖書は39巻の書簡からなってますけれども、39巻の書簡を極限まで削減しなくてはならなくなって、大事じゃない、まあ、大事じゃないとか一つもないですけど、でも苦渋の思いで大事じゃないと思えるところをどんどん削除していって、最後に残るのって何だと思います？創世記。そうなんですよ。モーセ五書が残って、創世記が残るんです。モーセ五書が、聖書の、旧約聖書の根幹です。だからこれが、まあ、全て大事だけれども、特にその中何かを大切なものを取り出せと言われたら真っ先にモーセ五書が取り出されます。でもそこからもう削減しろと言われたら、まあ、この辺難しいところもある、レビ記とか民数記とか申命記とか、まあ、いろいろ難しいところあると思いますけれども、でも聖書のストーリーラインということで考えるならば創世記が取り出されます。そして創世記も、あの50章ある創世記を極限まであれして、どこか一つを抽出しなくちゃいけないとなったらば1章から11章です。これが聖書の序章ともいえる箇所ですね。聖書全体のストーリーの土台を作っている、基本的な、最も基本的な土台を作っているのが1章から11章なんです。これね、現象物語と言いますね。書かれてましたっけ、地上にね、多分書かれてるんじゃないかなと思います。現象物語、原っぱの原にですね、ショット書いて、ね、現象物語というふうに言いますね。で、現象物語は聖書のストーリーの全体の起承転結の
まあ、木の部分を担っているパートだというふうに言ってもいいかなというふうに思います。で、原書物語で、まあ、書かれていることは何かというと、そうですね、まあ、聖書はこの世界をどのような世界として捉えているのかということ、人間と神様との間にはどういう関わりがあるのかということ、私たちは何のために、人間は何のために存在しているのかということ、あるいはこの世界はどこに向かって進んでいるのかということに、といったことをまあ説明している物語がこの原書物語1章から11章くらいの内容だと思います。で、今日はね、皆さんと一緒に、今日から3日間この原書物語見ていきたいんですけれども、じゃあですね、その資料の方のですね、皆さんにお配りしている資料の2ページになると思いますけれども、一貫したストーリーとして聖書を理解する旧約聖書のアウトライン1、原書物語。旧約聖書は何を語っているのか、天地創造の目的、創世記1章から2章の1ですね、ストーリーのアウトラインとしてのストーリー、この1というところにアウトラインが書かれています。何のストーリーが書かれているのかということが書かれていますね。この世界のすべては生産性に満ちた完璧な秩序を持つところとして創造されたということが書かれているのが、まあ、まず1章から2章の内容の最初のところですね。じゃあどなたか創世記1章1節と2章3節テキストに書かれているこの箇所、どなたか生徒の方読んでもらえますかね。誰でもいいです。あ、じゃあ読みます。はじめに神が天と地を創造された。2章3節もですかね。はい、はい、神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。はい、ありがとうございます。この世界は神様によって作られました。まあ、聖書の面白いところは神様の存在を前提として書かれているところが面白いですね。神様がいたではなくて、神が何をされたのかということが書かれているところが面白いところだと思いますね。そして神様はこの世界を作られた、どのように作られたのか、この世界を完全な秩序を持った調和の取れた世界として創造されたことを、まあ、1章から2章は書いているわけですね。神様はこの世界を良い世界として作られたんです。神様が作られた時、この世界は神様の願い、神様の御心というものが完全に現れている、行われている状態であった。これが一番最初の世界の状態だというふうに言うんですね。そしてじゃあ2番目、神様は目的を持って人間を作られた。じゃあ創世記の1章26節から29節まで次の方読んでいただけますかね。はい、神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女とに彼らを創造された。28節、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。はい、ありがとうございます。神様はこのような完全な世界に生きる存在として人間をお作りになられたということが書かれている。そしてね、人間はこの地上において肉体を持って生きる存在として最初から作られた。ここがですね、このとっても大切なんです。私たちのですね、この信仰生活の中でよくある、よく聞くその間違った考え方に、霊肉二元論という考え方があります。霊の方が優れていて肉の方が劣っている、物質的なもの、肉体的なものが劣っているという考え方ですね。これはまあギリシャ哲学に由来する考え方ですね。初代教会はこの考え方を基本としたグノーシス主義という異端と戦っていました。第一ヨハネの一章あたりを見るとですね、グノーシス主義と初代教会がどのように戦っていたのかということがちょっと分かるような記述が書かれていますけれども、でこの考え方はですね、今の私たちのクリスチャン信仰生活、教会の中にも結構絶妙に入り込んでます。もう霊的なことを追い求めて、霊的なことは素晴らしいけれども、この肉的なこと、肉体に関わることとか肉体を楽しませることっていうのは霊的じゃない、良くないことだっていう考え方ですね。でこれだから霊的なことばっかり言うので、もうとにかく祈るとかですね、まあ、大切ですよ、祈ってください、断食をして聖書を読んでという、そういう自分の霊を養う生活を
過度に重視する、極端に行き過ぎるほどに重視して、でこの体に関わることをすごく軽蔑するというか、もう見下げる考え方ですね、霊肉二元論。でもね、神様が人間を作られた時、人間を霊的な存在として作られたけれども、肉体を持つ存在として最初から意図して作られてるんです。私たちはこの肉体を持って生きることを意図されて神様から作られた存在であるということを考えるときに、まあ、この肉体にはね、私たちの罪が宿っているというふうにローマ人の手紙でパウロも言ってますから、その通りだと思いますけれども、でも肉体を私たちはね、軽視すべきではないんですね。私がですね、 CFNI で学んでいたときにですね、 CFNI いろんなゲスト、 CFNJ もそうだと思いますけど、いろんなゲストが来られるんですけれども、あるカンファレンスでですね、ハイディ・ベイカーがですね、来られたんですね。で登壇してですね、このメッセージを語ってくださったんですね。で私その中でハイディ・ベイカーが語ったところですごく忘れられないですね、証があってですね、まあ、ある時ですね、まあ、ハイディ・ベイカーが、その彼女がもう宣教の働きにすごく熱心に打ち込んでいた。でそういう時にですね、彼女の友達が、地元現地の友達がですね、彼女のところに来て、ね、ハイディ、すごくいいスキューバダイビングのスポットがあるから、私と一緒にスキューバダイビング行きましょうって誘ってきたそうです。でも彼女は、ハイディはですね、そんなくだらないことには関わり合ってられて、私は主の働きのために、宣教の働きのためにやることがたくさんあるから、そんな遊びなんかやってる暇がないと言って、それをね、まあそんなそばは言わなかったけれども、ごめんなさい、今忙しいから行けないのと言って断って、断ったそうですね。でずっと熱心に宣教の働きをして知って、でもそのために折り合うごとに彼女が来て、ハイディ、この間はダメだったけれども、今度はどう、すごくいいスポットがあるのよって誘って、いやそんなことやってる暇はないって、あごめんなさい忙しいから断って、で何度も何度も彼女がやってくる、諦めずにやってきて誘うけれども、彼女は宣教の働きが私にとって最も重要なことであるから、もう遊びなんてものはもうその二の次だと、もうそのことは私はできないと言ってずっと断っていた。ところが彼女はずっと熱心にこの仕えている中で、ついにある日燃え尽きてしまった。もう全く何もやることができなくなって、この宣教の働きに従事することができなくなってしまった。で燃え尽きた彼女はもう何もすることで続きがなくて、何もできなくて、ずっと一日中家に座ってぼーっとしているような生活をしていた。祈ることもできない、祈るけれどもなんか祈りにならないという中で、またその友達がやってきて、はい、最近調子が悪いって聞いたけど大丈夫って、調子が悪いんだったら一緒にスキューバダイビング行かないって誘ってそうなんですよ。気分転換にどうって。で今までずっと忙しさを理由に断ってきたので、ね、でも忙しくないわけですよ、仕事ができないわけですから。でもずっと断ってきて、悪いなって思いもあったので、まあ一回くらい付き合ってあげようと思って、分かった行こうってで行ったと。でスキューバダイビング行って、そのスポットに入って、その海の中に入った瞬間息を呑んだと。もう美しい海、美しいサンゴ、美しい魚が目の前を泳いでいって、大きな魚が自分の目の前を通っていく、その美しい光景を見た時に、ああ神様が作られたこの世界はなんて美しいんだと息を呑んだ。その時に神様が彼女に語った、それはハイディ、お前は私の宣教の働きのためと言って熱心に仕えてくれていたね。でもね、私はお前に、私がこの作ったこの美しい世界をもっと見て喜び楽しんでほしかったんだよって言われた。その瞬間に彼女はハッとした。私は神様の働きのためにと思って、遊ぶことなんか、スキューバダイビングなんか無駄だと思ってた。そんなことは私にとって、人生にとって必要のないことで、私の働きを邪魔するものだと思ってたけど、そうじゃなかった。神様の願いは、私がこの世界の、神様が作られたこの世界を喜び楽しむことを願って、神様が彼女をずっと私のところに使わせてくださっていたのに、私はそのことに気がつかずにずっと無限にしてきた。でもここに来て初めて自分が、神様が私に何をしようとされたのかを知った。そうか、この世界はこんなにも美しくて、神様が作られたこの世界を喜び楽しむことは、神様が願っておられることは、やはり神様が喜ばれることなんだってことを知ったときに、悔い改めたって言いました。深く深く悔い改めたと。主よ、私は間違ってました。遊びなんてくだらないと思ってた。でもそうじゃなかった。でその悔い改めから、彼女の燃え尽きの回復が始まっていったという、ね、証を聞いたんですね。皆さんね、私たちが何か人生における喜びや楽しみというのは、
まあ、礼において楽しむ喜ぶということももちろん経験としてあります。礼拝を捧げていくときに、神様から踏み入れられていくときに、私たちの礼において喜びを感じる、満たされるという経験はもちろんします。でも私たちの人生の喜びってそれだけじゃないじゃないですか、ね、美味しいご飯を食べるときに、美味しいご飯を食べて喜ぶそのときに、何がそのご飯の美味しさを味わい感動してさせているのかというと、私たちの口ですよ。礼じゃないですよね。美しい光景を見て感動するときに、私たちのこの美しい光景を見て感動する思いを与えてくれるのは礼じゃなくて私たちの目です。私たちは肉体をも通して得られる喜び感動というものを人生における一つの楽しみ、よりどころとしている現実があります。美味しいものを食べるの好きな人いますか？そうですよね、私も好きです。北海道来たら美味しいもの食べたいなと思ってます、ね、でもそれだって肉体を喜ばせることです。それは霊における喜びとより下なんでしょうか？そんなこと絶対ないです。だってエデン の神様が作られた時に、神様は、ね、見目麗しく、そして美味しい果物をたくさん作られたというふうに書かれてるじゃないですか。でもしもそれが神様の目に軽んじられるものである、ならば、果物が美味しくある必要はなかったはずですイギリス人的な感覚でね、生きるために食べるから味なんか二の次だっていうふうになるならば、美しさだって必要なかったはずですよ。でも神様は見目麗しく美味しいものを食べたのは、それが私たちにとって大切だからですよね。だから私たちは霊肉二元論という考え方ね、間違ってるわけです。でこの神様が人間を肉体を持つ存在として作られたということの意味を通して、私たちはそのような世界観を受け取ることができるわけですね。またですね、この28節から29節のところでは、この地を治めるという務めを人間に与えて、地を治めながら生きるという目的を人間に与えられたというふうに書かれています。まあ、この地を治めるということ、この講義の中でちょっと触れることができるかどうかは分からないですけれども、全ての人間はですね、この地を治めるという働きをして生きていますね。まあ、具体的に言うならそれは仕事をすることだと思います。まあ、そのような存在として神様は人間を作られたということがここに書かれているわけですね。もう一つくらい見れるかな、3番目、神は人間は神の民として神の場所において生きるものとされたというところですね。創世記の2章の8節そして15節から17節を、じゃあ次の方読んでいただけますか。2章の8節15から17。テキストです。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形と作った人を置かれた。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。はい、ありがとうございます。神様はこの世界を作られた後、人間が住まう場所としてエデンの園を設けられたというふうに書かれています。そこに神様は人を置かれたんですね。そこで人間はですね、エデンの園において人間は、まあ、創造主である神様に何の制約もなしに自由に近づくことができました。そういう場所でした、エデンの園というのはね。またそこで自由に過ごすことができました。それが神様が人間のために用意された神の場所であったわけですね。神様はエデンの園においてただ自由気ままに過ごしていればいいよとでも言われませんでした。人にですね、そこを耕させたというふうに書かれています。2章15節ですね。それは何を意味しているかというと、それはですね、このエデンの園という場所をより豊かな場所として発展させて、この神の御心にかなう社会、あるいは神の御心にかなう文明を築いていくという使命を与えられたということを意味しています。この場所においてですね、唯一制限されていたことは善悪の知識の木から取って食べることだけです。その命令はですね、人間に対する、ね、神様のテストだったんですね。人間が
神の民として神に従うことを選んで生きるものとなるかどうかの試金石、リトマス紙、試験として与えられたものだったわけです。だから人間にはそういう命令を与えられましたけど、この命令を破る自由も神様は与えられた。そういう意味において人間は本質的に自由な存在として作られたということがここには書かれているわけですね。そして最後もう一箇所だけ見たいと思いますね。4番、この世界は完全なもの、祝福されたものであったということですね。創世記の1章22節そして1章31節をじゃあ読んでいただけますか。テキストに書かれてますよ、うん、はい、創世記 1-22、 神はそれらを祝福して、梅よ増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと仰せられた。はい、あと1章31節もお願いします。はい、創世記1章31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった、夕があり朝があった第6日。はい、ありがとうございます。神様はこの世界を良い世界としてお作りになられた。そこには、ね、何の欠点もなかったんです。で、私たちは、ね、生まれた瞬間から堕落した世界に生きていますので、この世界が良い世界だと言ってもピンとこない現実がありますね。この世界には欠点だらけです。災いもあるし、苦労もあるしですね、悪もあるしですね、本当に悪いものが私たちが生まれてくる前からすでに連綿と続いてきた歴史がある、そういう世界に私たちが生まれているので生きているので、この世界が良い世界として作られたということがなかなかピンとこない現実があるかもしれないですね。でもですね、神様はもともと良い世界としてこの世界を作られた。これはですね、非常に聖書のストーリーを抑える上で大切なポイントになってきます。そして聖書的な世界観というものを私たちが構築する上でも非常に大切なポイントとなってきますね。そしてこうしてですね、神様はこの世界を祝福された世界として作ることを通して、こうしてね、聖書の物語の舞台が整えられる。ここまでが舞台設定の話なんです。1章から2章までですね。そして明日からはですね、2章から3章ですね。じゃあその神様の祝福された世界に一体何が起きたのかということを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。だいたいこんな感じの時間ですよね、先生。じゃあ明日以降も皆さんと一緒に聖書の物語を見ていきたいと思います。今日はありがとうございました。